全校生徒17人の中学校が文部科学大臣賞に輝きました。ふるさとの自然環境を守るため学校一丸となって環境ボランティアに取り組む活動を追いました。グッドラックストーリー。葛巻町の小屋瀬中学校は長年にわたって希少生物を調査保護し続けた活動が評価され、2017年度野生生物保護功労者表彰で文部科学大臣賞を受賞しました。今回の受賞は私たちだけの活動ではなく、ずっと前からやってきてくれた先輩方の活動も合わせて今年表彰されたと思うので、これからももっと頑張っていきたいと思います。活動のきっかけは生徒が近くの沼で天然記念物に指定されているモリアオガエルを発見したことでした。2003年からは卒業生も加わり、環境ボランティアとして活動を始め、2006年には環境大臣賞にも輝きました。子どもたちにはどんなことを学んでほしいなとお考えですか？はい、こういうふうな活動は全部子どもたちが考えて計画して調べてまとめて発信するというふうなことをこうやっていますけども、こういう一連の力は一人一人の子どもたちが大人になった時にとても役に立っていくのではないかなと思います。現在では全校生徒がサクラソウ、カワシンジュガイ、モリアオガエルの3班に分かれ環境調査や保護活動を行い、その成果を文化祭で発表しました。生物の生きていく過程を知ることができました。自分たちの経験になってとても良かったと思います。モリアオガエルはこの地域にいるのが珍しいので、どんな環境に住んでるのか少しでも学びたと思うので良かったです。サクラソウを守るためには良い環境を作ることが大切だということを学びました。普段から環境のことについてよく考えるようになりました。生徒の皆さんにはどんなことを学んでほしいと思いますか？生徒たちが地域の自然に興味を持って、ふるさとの小屋瀬に誇りを持ってほしいなと。これがきっかけになって岩手県内の方々との交流が生まれてくれたらばありがたいななんて考えてます。17人の生徒がふるさとの自然を守り育てていきます。葛巻の豊かな自然にグータラック。ふるさとの皆さんが笑顔でいられるお手伝いをしていきます。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。